で、実は、今日、上野がなんか、ふわっちで俺は買ったんだ、みたいな。購入したから消費者だ、みたいなこと言ったんですよ。で、なんだっけ、宅急便、ヤマトの宅急便に、営業所に行ったら、あったんですよ。あったら、あいつ、本当に買ってました。しかも、なんだっけ、ミカだっけな。ミカだかなんだかわかんないけど、そんな名前で買ってましたよ。びっくりです。びっくりです。で、それは引き取りました。なんでかというと、結局ね、なんでかというと、こういう風にしますよね。必ずね、これを飲んだらお腹が痛くなった。ね、これを飲んだらお腹が痛くなった。頭が痛くなった。ね、あ、弓か。そう、頭が痛くなったとかね。で、大鷹の森の住所でした。ユミっていうハンネで買ってましたね。ユミっていうハンネで、送付先は上野光晴になってましたけど、ふざけてるんですよ。で、間違いなくこれをしてくると思って、そんなやつに売れないじゃないですか。うん、だから、もうキャンセルの手続きを取りました。メルカリに関しては、もうキャンセルの手続きを取りました。で、そういうのも分かったんで、全部の、販売を停止しました。あいつの周りがね、そういうふうにすると困るんでね、製造工場に迷惑かかると。この製造工場に迷惑がかかるという部分でもう迷惑かかってるんです、実際に。迷惑かかってるの。迷惑かかってるんで、販売停止しました。で